林康夫は、日本の官僚、実業家、神奈川県出身、東京大学法学部を経て、1966年、通商産業省入省1969年、人事院留学制度により、枝さつき、黒田春彦らとオックスフォード大学留学。同期の広瀬勝さだら,らとともに最後まで時間候補に、上がり、林は、石油。 通商政策のエキスパートとして長く通商政策局長を経て通商産業審議官に落ち着くことが内々定していた。時の橋本龍太郎首相が同窓であったことも後押しして広瀬が次官となったが熊谷博士が通産大臣在任時に次官候補筆頭であった賛成局長内藤正久の解任にまで発展した初位。 通産省4人組事件の後遺症もあり、人事が流動化したため、同期の荒井敏光が通産審議官に座ることとなった。そのため同期の石黒正弘に代わり中、小企業庁長官に着任した。その他同期には、小林幸喜、桑原茂木、熊沢正光、安倍忠光武器など。後、三井物産副社長を経て、渡辺治の後を受けて、 政府閣議で2007年から、ジェトロ理事長に就任した。エッタサツキ活動西2015年9月29日、官僚国非人事録、私たちはこんな人です。通産省の小宝島社、1996年12月1日、日本官僚制総合時点1868から、2000、官末各省入省者年次、畑体彦編著。東京大学出版会、 2001年、ありがとうございます。